組の入場です。回転式ですね。これでトヨタからポイントとかもあるんですよね。
してるから、なんていうの、井上貴子なんか非常に体が強いですよね。だから結構大キックでもダメージを抑えそうですね。体ですよね。またもや腰にダメージ。斉藤さんのお話にあった豊田真奈美の意地の悪さと井上貴子の意地の悪さがどちらが勝つかという興味をお姉さんは思っているかもしれません。意地が悪いというのはすごくプロレスラーとして素晴らしいことなんですけどね、はい。まあ、豊田真奈美の場合意地が悪いというか根性が悪いというか自我が強いんですよね。そういうことでしょうね、井上貴子の根性の悪さというのは女性的な根性の悪さというかね、それがプロレスになるとこうなるというような、はい、形だと思うんですよ。でもそれが出てからの井上貴子というのは急激に良くなりましたよね。ここ2、3年の話ですか、まあ、3年ぐらい前の話、はい、だからそこのから後に2つ目ぐらいレベルが上がってますから、今はその意地悪プロレスが完成品に近づきつつあるんですよ、はい。おっと、これは回転止めた。させないということか。お互い2試合ずつ、ね、勝ち抜いてきて、これも意外とでも4人スタメン残ってますね。ダブル井上はインターバル30分くらいありましたからちょうどよかったんじゃないですか。今戦ったばっかりの特に長谷川ブリザードユキなんか本当に相当攻められてましたからね。だからこういうちょっとチェンジしてる間にスタミナ整えないと、もう同じじゃないですか。もう今一番悪い状態じゃないですか。今日は1回戦準決勝とやっぱユキとトヨタはかなりディフェンスに回ってますよね、はい。やはりこの顔ぶれとなるとポイントになるのはブリザード雪でしょうか。そうですね。まあ、雪らしさっていうのは まだ意外と出てないですね。出てないというかどういうものかということはこれから作っていくものだと思うんですけど、でもちょっとあれですよね、受け身回ってますよね。この中入っちゃうと長谷川幸雄そのものだって、長谷川幸雄そのものだとしたって、倒された大久保よしよしとばかりに、コーナーサイドのアッパー、トワーカーの足の上がり方はすごい。そして今中継席の前へトワーカーがトンランドロップキック、強烈なミサイルキックで強固が吹っ飛んだ。おっとろ
いろいろ考えてますね。なんか最後はチームプレーに徹した方が勝つような感じがしますね。決めるぞ決めるぞと井上貴子は、バックアップホールド。
上げて赤子に2位だ。エプロンからエンジに、そしてリング上ではライアンドライバー3点目。
らしい、もう激しい試合の連続でしたからね、まあ、これからの前場もっともっと面白いなと思います。ワンナイトトーナメントっていうのはいいもんですね、はい、やっぱり前場の場合はね、スタミナが勝負ですから、やっぱりトーナメントは一番、前場の、なんていうんですか、前場らしいところだと思います、はい、レスリングクイーンダム大阪美人王国サクセス、本日は第100代目の 3AA 世界タッグ王者についたのは井上京子、井上貴子、ダブル井上コンビであるということをお伝えして、ここ大阪城ホールから失礼いたします。斉藤さん、小川さん、ありがとうございました。これからみんなでやっていく第一歩だったのに取れなかったから、本当あとの3人に申し訳ないなってすごい気持ちがあります。ブリザード雪選手、残念でした、ね、反省して成長していきます。はい、終わりです。今後の活躍に期待いたします。どうもありがとうございました、はい、見事死闘を勝ち抜き、そして第100代 3AA タッグ王座に輝きました井上京子、井上貴子選手です。トーナメント優勝、そして、チャンピオンダッシュ、おめでとうございます。本当良かったですね。すごいなんか一安心しました。また今日の、トーナメント振り返って、一言お願いします。いやまあ、どこが上がってきてもきつい、ね、トーナメントだったんで、でも負けることは一切考えてなかったんで、うん、まあ、京子と組んでやってきてよかったなと思います。返上したことも今になってよかったなと思います。そして京子選手、第100代、チャンピオンに輝きました。本当嬉しいです。本当にどうもありがとう。ありがとう。どうもありがとうございました。何を言うことないです。今から、チャンピオンとしての、戦いが始まっていくわけなんですが、それについての抱負を、両選手を一言ずつお聞かせください。今先のことはよく分かんないんですけど、まあ、99代目とか101代目じゃダメなんだっていう、その気持ちをずっと、持ちながらこれから先試合やっていきたいと思います。最後に京子選手。そうですね、できればずっと防衛していきたいと思います。はい、本当に今日はどうもおめでとうございました。